株式公開会社、カモフは、ソビエト社会主義共和国連邦、ロシア連邦に存在した航空機メーカー。ソ連時代は設計局の企業形態をとっていたが、1992年に株式会社化されている。ニコラー・イーリーチ・チカーモフとニコラー・イキリーロビチ、スクルジーンスキーの結成した航空機開発チーム、キャスコアが元となって発足した。 カモフ会社とも呼ばれる。2007年にミルなどと合併し、ロシアンヘリコプターズとなった。カーモフとスクルジーンスキーは、1929年にカモフ初の航空機となるキャスコーア -1 オートジャイロの飛行に成功した。その後、この機体は A-7 に発展した。A-7 は1934年に初飛行を、果たし、 1940年に実用化されて、近接偵察観測機として使用された。カモフの得意とした、同軸反転式ローターを採用したカ -25 のマイナンズ1947年には、ソ連発のヘリコプターとなるカ -8 の初飛行に成功した。これ以降、カモフ設計局は、数多くのヘリコプターの開発に取り組み、軍民問わず数多くの機体を生み出した。 特に、カモフ設計局のヘリコプターの多くは二重、反転式ローターを採用していることで知られ、これにより、機体寸法の小型化に成功した多くの機体は、ソ連海軍などに艦載機として採用されてきた。カモフ設計局は、ML ミーリ記念モスクワヘリコプター工場と並んで、ソ連を代表するヘリコプターメーカーとなった。ソビエト連邦の崩壊後、カモフ設計局は、 カモフ会社となり引き続きヘリコプターの開発に携わってきた。カマイナス32汎用ヘリコプターの販売などで大きな成果を上げる一方、カマイナス50、カマイナス52など攻撃ヘリコプター分野では国内対抗機ミマイナス28や西側製の機体に苦戦を強いられている。一時はロシア連邦軍やトルコ軍への採用が報じられたが、 その後この決定は覆っている。ロシアの航空業界の再編に絡み、2006年には MVZ ロストベルトルと合併し、軍産複合体、オブロンプロムとなった。オブロンプロムは2007年にロシアンヘリコプターズを侵害者名と決定し、設立した。その後もカモフのブランド名は残り、これまでの機体もそのまま生産が続けられるとされている。 2018年10月27日、ロシア軍向きに開発中の新型のアオン速攻撃ヘリコプターのコンセプト画像が公開された。プレゼンテーションを行っている人物はカモフのセルゲイ・ミヘイエフ主任設計者。この新型ヘリコプターは二重反転ローターと航空機のような固定翼とファンエンジンを搭載、最高速度は 従来型ヘリコプターよりも2倍以上も速い時速 700km に達する。機体の特徴としては、小型のカナード翼を搭載、飛行速度を犠牲にしない設計を考慮して、ミサイルを機内に格納できる、ウェポンベイも搭載している。また、機体の2機のターボシャフトエンジンにより、ローターを稼働させる以外にも高速飛行のための水力を生み出す工夫がされており、 翼の合計6つのパイロンにより外部燃料タンクや隠しミサイル及び爆弾の搭載が可能。ありがとうございます。